ははいこんばんばフレッドの恐竜チャンネルです、えー、今回はですね昔買った恐竜フィギュアのセットをね紹介していきたいと思います、えー、こちらですねアマゾンで1500円ぐらいだったかな、えー、で購入した恐竜のミニフィギュアのセットですね、はいえー、だいたい3040ぐらい入ってるかな、はいえー、になりますねこんな感じですねはいえー、っとまあいろんな種類の恐竜フィギュアが入ってるんですが多分 他のメーカーさんのものかなっていう気はしますね。はい。なんですが、まあ一応みんな開けてね、見ていきたいと思います。はい。裏側にはですね、まあ恐竜の絵が描いてあって、注意書きみたいのが入ってる感じですね。はい。えっ、ー、と、まあ子供の口に入れないでねとか、まあそんな感じですかね。はい、開けていきましょうか。はい。 はいえー、開けていくとこんな感じですね、えー、恐竜のミニフィギュアがねいろいろ入ってるんですがえっとまあ,あの全部見ていくとねちょっとあれなんでざっとチェックしていきたいと思います、はいまあ、例えば、えー、エウロプロケファルスですね、はい、ただ、えっと、スパイクは横についてたりディメットロドン、えー、デイノニクス なぜ、えー、か角が一本になってるトリケラトプスコエロフィシュスかなプティラノドンえー、っとカモノハシリュウかなはいティラノサウルス X はいこれはね絶対にあの昔トイザラスで出てた恐竜フィギュアのシリーズのパチモノですねえ首長竜ですね えー、サウロロスかなはい。ティラノサウルス。ケラトサウルスかなこれ、角がちょっとありますね。ステゴサウルス。えー、プラテオサウルスかなステゴサウルスですね。ただちょっと背中の板はあまりちゃんとついてないですね。パラサウロロス。えー、竜脚類ですね。はい。 ステゴサウルスとか。はい。こんな感じですね。一応大きさ比較とかをしとこうかな。はい。えー、何体かちょっと立ててみますね。立てるものがあるか問題ですけど。えっ、ー、と、こんな感じかな。かなり薄いんですよね。材質としてはね、結構硬いプラスチックで、あのー、なんて言うかな。結構カチカチなんですよね。はい。なので、 あのー、少しね引っ張ったりしたら折れると思いますねはいあんまり子供とかには与えない方がいい気がしますね、はい、あと5体ぐらい立ててみようかなはいティラノモンですね えー、こんな感じですね。はい。で、えっと、ミニフィギュア系統と特に今回は比較をしていこうと思います。はい。まずはこちらですね。ミニフィギュアの代表格といえばミニチュアプラネットかなと思います。はい。まあ、このシリーズ自体はね、結構クオリティを追求してるシリーズなので、まぁ、あ、ちょっと一緒に置くのもあれかなって気はするんですけど、はい。これがこんな感じですね。はい。 どうかなまあ、例えば、さっき見せたトリケラトプスいるかな角が一本のトリケラトプスとかと比較すると、なんとなくこう、子供を襲ってるぐらいな感じのスケール感ですよね。としてはまあ、遊べるかなって感じなんですけど、まあ、スケール的にはどうしても小さいですよね。はい。 そして、えっと、同じくね、ミニフィギュアシリーズの多分元になったのはこのフィギュアシリーズなんですよね。数年前にブックオフで、ブックフォーラインかなの方で買ったパラサウロ,ロスのフィギュアのあれなんですが、これもね、40体ぐらいセットになってたと思います。はい。これがこんな感じですね。はい。まあ、複製もの元なんでね、まあ、あのー、大体スケール感としては一緒かですかね。はい。そして、えっと これはですね、シュライヒかな、シュライヒのミニフィギュアですね、なんとなくミニチュアプラネットにも似てるんですが、シュライヒのフィギュアになります。はい、これはこんな感じですね、はいまあ、この手の大きさのシリーズもね、小さいフィスケールのフィギュアでもいろんなスケール感があってですね、まあ、ものすごく小さいような笛ラムネのおまけとか、入浴剤のね、えー、とおまけとかですね、あるんですが、えっと、それよりもね、まあ、 あのー、このシリーズ自体は大きいんですけど、あのー、まあ、これの方が結構スケール感としては大きめかなって感じですかね。はい、あとは最近駿河屋さんでゲットした謎の恐竜の角フィギュアですね。これがこんな感じです。はい。竜脚類と比較するといいんですが、竜脚類あるかなはい。これがこんな感じですね。こうしてみると結構小さいですよね。はい。 そしてまあやっぱ恐竜フィギュアといったらねこの2つを比較した方がいいかなと思うんですがまずは恐竜ワールドジュニアですね、はい、もう大きさが全然違いますよねはいこっちはどうかなって感じなんですがえっと「アニアリマールアドベンチャーのティラノサウルスレックス」ですねこれがこんな感じですはいもうスケール的に全然違いますよねはいこんな感じになります、はい、よいしょっと ちょっと袋をね、まとめてみますね。まあ、ここの部分はカット入れようかな。 はいえー、というわけでですね、今回は、えっと、アマゾンかな、国内のアマゾンさんの方で購入した、えー、恐竜フィギュアのミニフィギュアのね、セットを紹介していきました。えー、全体的な感想としてはね、あまり、えっと、造形的な面でも、まあ、他のメーカーのものをパクってるのと、材質的なところがあまり良くないので、ちょっとね、あの、あまりおすすめできないかなっていう気は、えっと、してます。はい。なので、 やっぱね、これくらいの大きさのミニフィギュアって集めやすいし、なんかこう、ゲットしやすいですよね。集めやすいので。はい。なんですが、どうかなやっぱり、こういうのを買うのであれば、ちょっとお金を出して、恐竜ワールドジュニアとか、えっと、アニアとかね。はい、ありますし、えっと、あとはね、えっと、お祭りの、 おまけみたいな何て言えばいいのかなあのショッピングモールとかにあるあの駄菓子屋さんとかに1個30円ぐらいであのゴムの恐竜フィギュアを売ってるんですよねそういうので、えー、いいような気がしますはいあとはどうかなえっ、ー、と100均のえっ、ー、とどうだっけなセリアさんの方でね卵に入った恐竜のミニフィギュアセットが売られてるんですよねはいとかまあ発掘キットのおまけとかまあいろいろあるんでわざわざこれを買う必要もないのかなって気はしますねはい まあ、ただ、ね、いろいろなバリエーションの恐竜がいるので、まあ、そこまで材質なところは気にし、的な面はね、気にしないよって方でしたら、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、例えば、リペイントの練習とかね、えー、外の、あの、観葉植物の、えっと、飾りとか、まあ、インテリアとして飾る、何か飾りたいなって方には、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。えっと、そんな感じですかね。はい。 僕自身ですね、このフィギュア購入したのが結構前、えっと、3年ぐらい前かな、3年ぐらい前じゃないな、1、2年前かな、はい、になるので、ちょっと今まだ発売されてるかどうかよくわからないんですが、まあ似たようなおもちゃはね、中華サイトとかでよく見かけます。はい。なのでまあ,あの、興味ある方はね、まあ、ある程度自己責任で購入してみる形でいいんじゃないかなと思います。これ買うなら、さっき見せたこのパラサロロスのシリーズが、 いい気がしますね、まだ。UFO キャッチャーとかでもこのシリーズはよくあるんで、はい、そんな感じですかね、はい。やっぱ手が粉っぽいですね。はいえー、というわけで、今回は以上になります、えー。僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん上げているので、えー、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとはですね、サブチャンネルの動画も定期的に更新してますので、よければそちらの方もぜひご覧ください。 はいえ。というわけで今回は以上になります。えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。